2年後に住宅が打ち切るっていうことが新聞で報道されまして、このことに関して内閣府や福島県復興庁の方は、どのようなお考えでいるのかっていうのをお聞きしたいなと思っています。子どもを抱えているので私だけのコミュニティではないんですね。子どもがもうコミュニティがそこで出来上がっているので、そういう点も踏まえて考えていただけているのかどうかもちょっとお聞きしたいなと思ってます。基本的に延長の協議についてはですね、内閣府と福島県の方でもちろん協議の方はさせていただいてるんですけども、基本的にまだ福島県 の最終的な方針、正式な協議書がですね、内閣府の方にまだ上がっておりませんので、基本的にその新聞報道でされているようなことというのはまだ正式には決まってないというのが現状 でございます。本当に避難者の声をちゃんとすくい上げているのかなっていうのが本当に疑問なんですよ。私福島の新聞も取っていて、京都の方につないだりしてるんですけど、本当に福島の状況って本当の現実だけ書いてあるわけじゃないじゃないですか。すごく前向きなことばっかり書いてあって、実際私ちょこちょこ書いてますけど、線量って震災前より高いんですよ、明らかに。やっぱり何が起こるかわからないっていうのは、みんな子供さん持ってる親御さん不安で仕方ないんです。山とか除染されてませんよね。うち子供そこで遊んでたんですよ。今日は当時小学校5年生だった子供から言われましたことをお話しします。やっと高校生になりました。もう転校もしたくない、ずっと京都にいたい、お友達を作るのも一生懸命やった。今日は絶対に延長をお願いして、ママ頑張ってきてって言われました。本当に毎日毎日避難者の私たちは精神的にどうなんだろう、どうなんだろうって毎日を日々を暮らしてます。本当に安心した暮らしをさせてください。現在その次の入居について国と協議をしている、協議中ですということだけで、上がってないって言ってたじゃないですか、さっき。その話をしているという段階ですということでしか我々は聞いていないのが実態なんで大変申し訳ないんですけど、それなので打ち切るのとかっていうことは我々はまだそういったことでは聞いていないというのが現実です。私たちは1年ごとの延長をこれまで繰り返してきました。この1年延長だって本当に苦しいんですね。1年ごと1年ごとって本当に大変なんですよ。せめて5年とか10年とか20年とかある単位で考えてもらえないかなってずっと思ってたんです。それでもまだ1年1年って伸びてきたからどっかで安心してました。だけどこういう結果になって、国って何なんでしょうね。私たち国民を守るのがあなたたちのやるべき義務なんじゃないんですかね。私たちがどうしてここまで泣かせられなくちゃならないんですか。こんなに訴えてもそれでも住宅延長を打ち切るというのならば、みんなして路頭に迷えって言うんですか。あなたたちだって子供がいるんだったら、この方たちの思いを聞いてあげてください。本当に私たちのこと守ってください。お願いします。復興っていうのは人間を集めることが復興ですか。放射能がなくなって元のふるさとになって、そして人間が集めるっていうことが本当の復興じゃないですか。放射能のある限りもうこの勇気のあるお母さんたちはとても子供を連れて戻りませんよ。本当に私たちのことを思ったならば、今の政府と戦いながら本当の復興を考えてください。本当の復興のもとに私たちが戻られるのだったらば、本当の元のふるさとになって戻れるんだったらば、
お金なんて一銭もいりませんよ。元のふるさとに返してください。あなた自身はどう思うの？打ち切るべきではないと思ってるの？どうなの？私の気持ちとしては難しいです。これだけです。はい、自分で答えられないです。はい。